こんにちは、チョメです。6年目第5章、ストーリーパート6分の2ですね。双子についての情報を集めましょうかね。今回、ボーバトンの制服にしてみました、なんとなくね。ノクタン横丁にいるゴロツキが、そのうちレイクピックのことを密告するだろう。ホグワーツにはおしゃべりがたくさんいるわね。疲れるよな、おしゃべりがいっぱいおったら。ケンタウルスは私の星座表を気に入った。気に入ってくれたよ。あ、でも逆におしゃべりが多い人がいいっていう人もおるけどね。パーシー、フレッドとジョージがいなくなったってどういうことだ？ここで合流して夕食を食べるはずだったんだ。でも来なかった。なんてこった。二人が石像の呪いにかけられないって思ってないわよね、チョメ。ありえないとは言えないな。嘘はつけないよ、チャーリー。ありえないことじゃない。状況とタイミングが去年ベアトリスがいなくなった時と似てて心配なんだ。もっと心配になってきたよ。どうしたらいいんだ。二人から目を離すんじゃなかった。待てよ、みんな。心配なのは僕も同じだ。でも結論を急ぐのはやめようよ。やめようとしてるけど、石化した二人が頭から離れないんだ。フレッドとジョージを見つかりさえすればわかることだ。なんか見つけたらジョージも友達リストに追加されそうだね。チョメの言う通りだ。人に聞いて回ろう。誰か双子を見た人がいるかもしれない。はい、3時間星1で合格。やっていきましょうかね。バディア、あなたが言ってた特徴に一致した双子を大階段で見かけたわ。また絵の中っていうのはないと思うけどね。赤毛の双子が大階段の肖像画と話してるところを見たよ。じゃあ次行く場所決まったな。ガドガン教のところだな。フレッドとジョージはどこに行ったんだろう。もうね、次のね、行く場所はもう決定しましたよ。もっと具体的に言ってくれないかな。ホグワーツには双子が多いんだから。そうなの？双子ってあまり見ないけどな。フレッドとジョージ、チョメ、僕は君の居場所すらほとんどい、多いってすごいな。自分見てないな、双子。フレッドとジョージが呪いは本当なの？まあ、一組ぐらいしかおらんのじゃない、普通。ちょっと前に大階段で、あ、これはもういいね。じゃあ、ジェイ。双子じゃなくて、部屋着を着たスネープなら見たんだけど、上。気になるな、でも。あの、スネープファンの人、歓喜じゃん。あ、じゃあ、ループかな。じゃ、どんどんやっていくね。少々お待ちくださいね。はい。はい、回復してきたので、続きをやっていきますね。考える。フレッドとジョージはどこに行ったんだろう。聞く。あんたって1年生を消えさせる天才じゃないの？いや、こういう時に冗談はやめてくれ。大切な友達なんだ。これモブキャラかな？なんかでも不安を煽るようなこととかあんまりしない方がええよな。さりげなくね、やっていきましょうね。はい。いつも通りコインをゲットします。僕が聞いた限りでは、フレッドとジョージが最後に目撃されたのは大階段だ。肖像画の呪いの発祥地。心配するなよ、チャーリー。あの呪いは僕らが破ったんだ。覚えてるだろ？そして少なくともどこから始めればいいのか分かったんだ。先に中庭を調べてもいいかな。もし二人が大階段にいたら見逃すことになってしまうぞ。二手に分かれたらどう？僕が君たちのうち一人と大階段を探して、他の二人が中庭を探せばいい。いい案だ、チョメ。誰と一緒に行くか選んでくれ。ビル、チャーリー、パーシー。パーシーも選びたいんだけど、やっぱりビルにしよう。ビルと僕が一緒に探したらどうかな。それでよければの話だけど、もしかしたらレベル8以上にしてなくてもう選べないよっていう人がおるかもしれんからね。いいよ、探してる間に追いつくよ。じゃあ僕はパーシーと中庭に行こう。まあこれが一番ベストだと思うけどね。心配するな。フレッドとジョージは僕たちが見つける。ただ手遅れじゃないことを祈るよ。もしくはビルとパーシーが一緒の方がいいかもしれんな。はい、次。大階段を調べる。無駄にできる時間はない。大階段でフレッドとジョージを探さないと。6年目第5章の大階段を調べる。やっていきますね。ちなみにガドガン教と会うから、服装は鎧にしました。せっかくもらったからね。フレッドとジョージはここで複数の生徒に目撃されている。でも今はどこにいるかわからない。これで喜んでくれると思うからね。ごめんビル、見逃してたみたいだ。謝る必要はない、チョメ。それに僕は実は動揺してないんだ。
二人がまだ行方不明なのは動揺すべきことなんだろう。でも肖像画に閉じ込められていなかったことが分かって安心したよ。ありがたいことに肖像画の呪いは破られたままみたいだ。石像の呪いについても同じことが言えたらよかったんだけど、フレッドとジョージは石化してるかもしれない。チャーリーとパーシーの前ではこれ以上心配させないように冷静でいるつもりだったんだけど、でも双子がいなくなったって聞いたとき最悪の事態を想像したよ。わかるよ、部屋とその呪いを経験した後なんだから当然のことだよ。恐れるでない若き諸君、このガドガン教がいればお前たちの身は安泰だ。実のところまたもやこの場所に蔓延していた悪党どもを追い散らしたところだ。悪党ども？ああなるほどね。神と悪魔の光線を放つ目を持った二人組、あやつらは通り抜けるたびにマーリンと私を苦しめて大喜びするのだ。今回も同様であった。フレッドとジョージに間違いない。ああ、あやつらはお互いにそう呼んでいた。無事でよかった。今もそうだといいんだけど。ではお前は私の高貴な馬を侮辱し、ん？何これ、達成不可能な試練で私の勇敢さをあの子の無礼者たちを知っているのか。あやつらはマーリンが過大評価されているなどと言いおった。マーリンは激怒しているぞ。そうだよな友よ、文字がちっちゃいんだよな。何時を怒らせて喜ぶ者の相手をするなど愚か者の暇つぶしである。平気なふりをしているが隠せぬぞ。非常に怒っているのだ。僕の弟たちが君らの気分を害するようなことをして悪かった。人をからかうのが大好きなやつらなんだ。君がフレッドとジョージを好きじゃないのはわかる。でも二人を見つけるのを手伝ってほしいんだ。二人を最後に見たのは君らしいんだよ。私を苦しい立場に置くのだな、著名 YouTube。 お前は自分を傷つけるような相手を助けるのか。正直助けないけど、そうやって言われたら助けないよ。傷つける相手をわざわざ助ける筋合いないから無視するよ。いや、ひどい扱いをされたら助ける気にはならないと思う。人間らしい答えだな。失望した。あ、すいませんでした。騎士ではなかった。私は君の騎士道に対する責任感を試していただけだ。残念だが少し物足りない答えだ。騎士の試練を腹な抜刀した私の、なるほどね、すいませんでした。そっか、鎧を身にまとい敵に勝つだけが騎士ではない。騎士の責任とは何があろうと助けが必要な人に手を貸すことである。めっちゃかっこいいな。まあよかろう。あの二人組を見つけるのを手助けすることで私が手本となろう。私に何をしてほしい？あの夜フレッドとジョージが言ったことややったことを教えてほしいんだ。二人がどこに行ったのか手がかりになるかもしれない。何時間？8時間になってるかな。あ、3時間だね。では3時間やっていきますね。ガドガン教を調べよう。寝室がどうのこうのと言いながら急いで階段を登っていった。メルーラが来たよ。通り過ぎるんかい。何時の弟たちは呪いにかかってはおらぬ。ミスターウィズリー、今のところはな。わかるの？去ってしまう前に決闘を申し込んだのだが、あやつらはただ笑ってるだけだった。絵から出れねえお前とか言ってたんかな。いや、そんなやつらじゃない。あやつらは何やらこそこそ話しておったぞ。あいつらって言ったらすいませんね。ファンの人おるからね、ジョージとフレッドのね。双子がここに来た後、何にも起こらなかったことを願うよ。でもね、ホグミスっていいよね。映画とか本ではさ、わからん、なんて言うんだろう、結構親密にできるからね。だから映画を見た後このゲームやるとかなり面白いですよ。じゃあどんどんやっていきましょうね。ただホグミスからやっとってもまあ楽しいといえば楽しいけど、なかなかね、なんかでもね、私みたいにこうやってずっとやってたらなんかキャラの愛が出てくるわ。なんか個性が分かってくるからね。じゃあ待ちます。お待ちください。はい、回復してきたので続きをやっていきますね。去ってしまう前に決闘を申し込んだ。ループだからね、こんな感じで流す感じでやっていきますね。これパーシーと一緒だったらどうなってたんだろう。それもちょっと気になるけどね。はい、いつも通りコインをゲットします。じゃあ君のことからかかった後、フレッドとジョージはグリフィンドールの談話室に向かったんだね。からかわれたみたいですね。ああ、私が剣を抜いたのが怖かったと見えた。どれくらい前に向かったんだろう。さっさと行けば追いつけるかもしれんぞ。じゃあすぐ行こう。双子はまだ危険にさらされてるかもしれない。二人を見つけるまでは安心できないよ。待てよビル、
チャーリーとパーシーを呼んだ方がいいんじゃないのか。きっとまだ中庭を探してるはずだ。そんな時間はない。フレッドとジョージをまた見逃すわけにはいかない。そうだな、このままグリフィンドールの談話室に向かうとしよう。じゃあすぐ行こう。待ち時間とかないよね。待ち時間あるんじゃん。グリフィンドールの談話室に忍び込もうとする前に、まずは言い訳を考える必要があると思うな。矛盾してますよ、急ぐって言ったり。